カルロス・ゴーン、カルロス・ゴーン、カーロス・ゴーン、1954年3月9日台は、フランスの自動車会社、ルノーの取締役会長兼 CEO にして、日産自動車の前会長、社長、三菱自動車工業の前会長。また、ルノーと日産は、2010年以降全世界自動車市場の約10%のシェアを保っているが、ゴーンはルノー、日産自動車、 三菱自動車工業の株式の総合保有を含む戦略的パートナーシップを統括するルノー、日産、三菱アライアンスの社長兼最高経営責任者を兼務していたが2018年11月に東京地検特捜部に金融商品取引法違反の容疑で逮捕されその後解任された両親はレバノン人でブラジルで誕生幼少期をブラジルで過ごし 中東教育は、父の母国であるレバノンのベイルートで受けた。フランスの工学系グランゼコールの一つである、パリ国立高等工業学校を卒業した後、フランス大手タイヤメーカー、ミシュランに入社し18年間在籍。ミシュラン社での業績を評価され、ルノーに常席副社長としてスカウトされ、同社の再建にも貢献した。1999年3月、当時経営と、 財政危機に瀕していた日産がルノーと資本提携を結び、同年6月、ルノーの上席副社長の職にあったゴーンが、ルノーにおけるポジションを維持しつつ、日産自動車の最高執行責任者、COO に就任。後に、日産自動車の社長兼最高経営責任者、ルノーの取締役会長兼 CEO、ルノー、日産アライアンスの会長兼最高経営責任者に収む。 コストキラー、ミスター調整などの異名を取るゴーンは、日産再建に向け社員と共に、日産リバイバルプランを作成。短期間で、日産の経営立て直しを果たし、2003年に、フォーチュン氏は、彼を、アメリカ国外にいる10人の最強の事業家の一人、と称している2013年6月から2016年6月には、ロシアの自動車メーカーのアフトバース会長も務めていた。 レバノンとブラジルとフランスの多重国籍を有する。2004年には厚生大学名誉博士になっている。2005年には改新者、ダットさんで竹内明太郎と縁があり、早稲田大学からも授与されている。極度の経営不振と経済的危機の状態にあった日産自動車を立て直したということで、他社の社外取締役に招聘されたり、大学の委員なども務めたりもしている。 また、自らコマーシャルに出演するなど、マスメディアにも積極的に登場。漫画誌、ビッグコミックスペリオールに、カルロス・ゴーン物語が掲載されるなど、広く知られる存在となっている。2016年10月より、ゴーンは、ルノー、日産アライアンスに加わった、三菱自動車工業の代表取締役会長に就任。2017年2月23日、 日産自動車は、同年4月1日付で副会長券、共同 CEO の西川博士人が、代表取役社長兼 CEO に就任することを発表した。ゴーンは引き続き日産の代表取締役会長を務め、アライアンス全体の経営に注力する。区部。2018年11月、東京地検特捜部に逮捕され、日産。 三菱の会長職を解任される。祖父ビシャラ・ゴーンは、レバノンで生まれ十三歳で、ブラジルに移住し、ブラジル北部、ブラジルと、ボリビア国境近くのロンドニア州の奥地サンミゲウド、グアポレでゴム産業に参入。最終的には、農産物を売買する会社のオーナーとなった。レバノン系ブラジル人である父、ジョルジ・ゴーンは、ロンドニア州の州都ポルト・ベイリョンに居を構え、 同じく、ナイジェリア生まれのレバノン人の女性と結婚。1954年3月9日にカルロス・ゴーンが誕生した。カルロスが2歳くらいの頃、不衛生な水を摂取したことで病気となり、母親と共に、リオデジャネイロに移転。カルロスが6歳の時、彼の3人の姉妹と母と共に、祖父の母国であるレバノンベイルートに転居し、 ベールートのイエズス会系のコレージュルノートルダム・とゥ・ジャンブール中等教育を受けた。その後、パリロックにあるプレップスクールリス・スタニスラス、そしてリセ・サン・イコール・ルイで学ぶ。1974年、エコール・ポリテクニーク、イーコレ・パリテクニーク、グランゼコールの代表格でエリート養成校の一つを卒業し、1978年にパリ国立高等工業学校、 エコール・デ・マインズ・デ・パリで工学博士を取得し卒業。大学卒業後、1978年に欧州最大のタイヤメーカー、ミシュラン・ミシュランに入社した。フランス国内で工場長、産業用、タイヤ部門の研究開発ヘッドを歴任後1985年、30歳の時に3億ドルの市場を持つ南米ミシュランの最高執行責任者に任命された。 生誕地であるブラジルに戻ったゴーンは、彼に創業の立て直しを命じたに、ブラジルのハイパーインフレ下における事業の不採算性と困難について実訴している。しかしその中で、南米事業部におけるフランス、ブラジル、その他、他国籍の従業員の間での最良な業務形態模索し、クロスファンクショナルマネージメントチームを結成。 このブラジルでの多文化体制化での経験は、後に彼の経営理念の核となる、クロスカルチャーな経営スタイルと強さの基盤を形成し、人は多様性から学び、そして共通性に安らぎを感じる。とゴーンは語っている。1989年、南米事業部を黒字転換させた後、ミシュランの北米事業部の社長権に選ばれ、家族を伴い米国サウスカロライナ州。 グリーンビルへと移転。1990年にミシュランの北米の最高経営責任者に昇格する。1996年にルノーの上席副社長にヘッドハンティングされ、再びフランスへと今移したが、1999年にルノーと日産の資本提携が行われた後、ルノーでの役職も維持しながら、日産の最高執行責任者に就任。家族と共に、 日本に移り住んだ。米ホーブス氏には過酷な競合が繰り広げられる世界の自動車業界において最も多忙な男と呼ばれ、日本のメディアからはセブンイレブン、早朝から深夜まで非常にハードに働くとされ、パリと東京の両拠点での職務に自らの時間を分割するゴーンの航空移動距離は1年で約15万マイルに上る。 マルチリンガルでアラビア語とフランス語、英語、スペイン語、ポルトガル語の語言語を流暢に話す。さらに日本語も学んでおり、日産自動車社内で自らの肉声で語る際には、あえて日本語での演説を行うようにしているという。ブラジルとフランス両国の市民権を有し、また少年期10年の間居住し、初等中等教育を修了したレバノンとの強い。 つながりも維持。レバノン北部海岸沿いの町にある環境に配慮したワイン農場でワインの輸出も行うに出資している。2018年11月19日、日産において開示される豪音自身の役員報酬額を少なくするため、長年にわたり実際の報酬額よりも少なく見せかけた額を優化証券報告書に記載していたとして、東京地検特捜部により、 金融商品取引法違反容疑で代表取締役、グレッグ・ケリーと共に逮捕された。日産自動車の西川博人社長は同年11月22日に招集する取締役会議で合意を同社の会長職を任する方針と説明した。日産は内部通報により数ヶ月間の内部調査を行ってきたことをプレスリリースで明らかにしている。逮捕を受け、 日産自動車の川口人しくそが総理大臣官邸を訪れ、菅義偉内閣官房長官に謝罪や日仏関係の維持のための協力要請を行った。中日フランス大使館によると、翌20日にはローランピック中日フランス特命全権大使が東京高知省を訪れ、ご恩会長と面会を行ったとされる。11月22日、 日産の取締役会において、日産の会長職と代表取締役から解任され取締役となり、同月二十六日には、三菱自動車においても会長職と代表取締役から解任され取締役となった。ゴーンの逮捕をめぐっては、フランスを中心にメディアが日本政府が黒幕であり、ゴーンははめられたクーデターとする陰謀論を唱えており、また、 フランス二十四は、ゴーンをユリウス・カイサルに西川博士人をブルータスになぞらえて報道した。フランス以外でも、ウォール・ストリート・ジャーナルが同様の陰謀論を唱えているほか、久保田純正によれば、長田町ではドナルド・トランプ黒幕説が流れているという。大学卒業後、1978年に欧州最大のタイヤメーカー、ミシュラン・ミシュランに入社。 3年目の1981年に27歳でフランス国内のルピー工場の工場長に抜擢され、1984年に同社の産業用タイヤ部門の研究開発ヘッドを務めた。翌1985年にはブラジルを拠点とするミシュランの南米事業の最高執行責任者に任命された。5年後の1990年35歳で ミシュランの北米事業部の社長兼最高経営責任者に就任し、ユニロイヤルグッドドリッチタイヤ社を買収後のリストラを主導するなど、18年間のミシュラン在籍期間中、重要な役職を歴任した。1996年、ルノー会長、当時のからスカウトされ、購買、研究、先進技術のエンジニアリングと開発、製造、 および南米ルノーのスーパーバイジング担当の常席副社長としてルノーに入社。シュバイツァー自身、国営自動車会社ルノーの時代に経営再建のため壊れてフランス予算省の上級官僚から転職した人物。ルノーは過激左派組織のテロなどフランス国内外での混乱を生じながらも民営化し、民営化後も人員削減を推し進め、一旦は 国内集中にシフトしていた事業展開を再び国際化へと方針転換ていた最中でゴーンの手腕を買ったシュバイツァー会長が自らヘッドハンティングを行った。ルノーに入社したゴーンはベルギーのビルボールド工場閉鎖など不採算事業所の閉鎖や調達先の集約などで経費の圧縮を進め赤字だったルノーの経営を数年で黒字へと転換。 これによりゴーンはコストカッター、コストキラーの異名を廃するようになった。1999年3月27日にルノーが日産の株式の36.8%を取得し、ルノーと日産の間で資本提携が結ばれ、同年6月、ゴーンはルノーにおける役割を維持したままで最高執行責任者として日産に入社した。翌年2000年6月に、 日産自動車の取締役に就任。さらに2001年6月に、日産の最高経営責任者に選出された。ゴーンが入社した。当時の日産は、約2兆円、200億ドルの有利支付債を抱え、国内販売でもラインナップされた46モデル中、3モデルだけが収益を上げている状況だった。ルノーからの巨額な資金投入が行われた上で、 ーンの指揮か、両者の間で、プラットフォームやエンジン、トランスミッションなどの部品の共通化、購買の共同化などを通じて、両者のコストダウンを行う。日産リバイバルプラン計画のもと、東京都武蔵村山市にあった、日産自動車、村山工場などの生産拠点の閉鎖や子会社の、東廃合、航空宇宙機など余剰資産の売却や2万1000人を目標とした。 早期退職制度による人員の削減など大幅なリストラを行った。同時に新車種の投入、インテリアエクステリアデザインの刷新やブランドイメージの一新など計画を次々に刊行。また、日産自動車社内の公式言語を日本語から英語に変更し、初めてのキーグローバル戦略会議はヨーロッパや北米の幹部も出席して開催された。 日本の召喚集にとらわれない過激な手法に、ベイウォール・ストリート・ジャーナル氏が、公共の怒りの対象となるとのコメントを掲載するなど、先行きを危惧する声も少なからずあったが、ゴーンは自らテレビコマーシャル出演し、インタビューに答えるなど、積極的にメディアに登場。残された、日産自動車社員及び株主、関係者への配慮を見せ、 日産自動車株主総会を日本語で行うなど、すべての利害関係者に向けて、社内改革をアピールした。その結果、1998年には、約2兆円あった、有利支付債を、2003年6月には全額返済、社債を発行して、銀行からの借入金を全部返済している。1999年度には1.4%であった。 マージンは2003年度には11.1%へと増加させる成果を上げ、12%前後まで落ちた国内シェアを20%近くまで回復させた。しかし同時に2002年にゴーン氏が打ち立てた3カ年経営計画、日産180全世界での売上台数を100万台増加させ、8%の営業利益率を達成し、 自動車関連の実質有利子負債をなくすにおけ、販売台数目標達成のために、計画終了2005年9月30日前に集中して新型車投入を行ったことによる、計画終了以降の国内販売台数の深刻な低迷やゴーン以前に入社したい残り組とゴーンアートに入社した中途採用組の車内闘争など、 深刻な問題を残したままの親会社への復帰に疑問の声も上がっている。2005年5月にはルノーの取締役会長兼 CEO にも選ばれ、これによりゴーンはルノーと日産というフォーチュングローバル500にリストされる2社を同時に率いる世界で初めてのリーダーだった。またゴーンは両社の株式持ち合いと同等所有権を含む戦略的パートナーシップを統括するルノー。 日産アライアンスの社長兼最高経営責任者をも兼務している。2010から2014年の間、ルノー、日産アライアンスは全世界自動車市場の約10%のシェアを維持し続けている。2014年の時点でアライアンスは世界第4位の自動車グループとなった。2006年以降、関連会社の日産と補調を合わせるように、ルノーの業績も悪化していることもあり、 ルノーの取締役会長兼 CEO になった後の2006年2月には、日産に対するリストラのような従業員の解雇を行わずに、2009年の販売台数を2005年の約250万台から80万台、多い330万台とし、2009年の売上高に対する営業利益率を6%にするという内容の中継計画。 ルノーコミットメント2009を発表した。2011年3月11日、大規模自然災害となった東日本大震災が発生した。ゴーンは地震と津波による被害の復旧支援活動を率先して行うにとどまらず、震災による打撃とともに、福島第一原子力発電所事故の影響下にあった福島岩木エンジン工場の創業回復をいち早く決定。 再構築を推進、奨励するため、自ら頻繁に、テレビ番組などに登場した。さらに、2011年5月に、ゴーンは、最低100万台の日本国内での自動車及び、トラック生産をコミット。2012年6月に、オアオアベトバスの取締役会の副会長に選ばれ、翌2013年6月には会長に任命された、ルノーは、2008年に、 会社の25%の株式を取得した後、オアオアベトバスとの戦略的パートナーシップを始めていたさらに、極度の経営不振の状態にあった日産自動車を立て直したということで、他社の社外取締役に昇聘されている。2013年6月にゴーンはロシアの会社アフトワーズの会長に任命された。ゴーンは2016年6月までこの地位を保持した。 2016年10月、日産は三菱自動車工業の34%の投資買収を完了した。ゴーンはルノー、日産における地位に加え三菱の会長として就任した。これは燃費データ改ざんにおける長期にわたるスキャンダルとその影響からの利益減収回復を図ることを目的とする。 日産三菱パートナーシップは三菱の電気自動車における共同開発開発も含んでい。ルノー、日産、三菱の提携はトヨタ自動車、フォルクスワーゲン車、ジェネラルモーターズに続く自動車グループとしては世界第4位の地位を確立した。2015年まではブラジルの銀行バンコイタウの国際諮問委員を務めた中国の聖火大学の経済管理学院顧問委員。 ベイルートのアメリカン大の戦略会議メンバーを務めている2014年5月には欧州自動車工業会の会長に選出され、彼は世界経済フォーラムの知事としての役割を果たす。経営陣のトップであるが自らハンドルを握って運転することを好む。このことは彼が立場を超えてルノーや日産自動車の車種に限定されず、自動車の運転に好意的なことを示した。 過去の報道からも明らかある。このことは、ゴーン体制下の日産自動車が2002年のハイガス規制で生産終了が決定していたスカイライン GT-R の後継車種である日産 GT-R やフェアレディ Z を復活させた大きな要因である両社ともゴーン自らゴーサインを出し、自ら発表している。日経スペシャルカンブリア宮殿に出演した際に、 ハンドルを握って5分も運転すれば、どんな嫌なことも吹き飛ぶ。車以外に、こんな製品がありますかと言っている。しかしながら、日産自動車のセドリック、グロリア、サニーといった伝統的な社名を次々に廃止したことに対しては、ゴーン自身は、社名が体現する伝統の大事さを訴え、販売部署が望んだブランド名変更に最後まで反対だったという。また、日産が、 長年参戦してきたルマン24時間レースからの完全撤退など、モータースポーツに関しては、比較的否定的な立場でや、ルノー海一チームが2005年と2006年の2年連続で世界チャンピオンに輝いたにもかかわらず、同チームの継続的な参戦には、ブランドイメージ形成や予算の面から懐疑的だと伝えられている。ただし、F1 チームの中では、 予算が少ないと言われているルノーでも、年間予算は100億円を優に超える。ただし、スーパー GT に関しては、例外中の例外であり、近年では、GTR による FIAGT 選手権への参戦も果たしている。また、就任1年目の1999年夏に第70回都市対抗野球を、視察に訪れた際、スタンドの応援団と観客の盛り上がりに感銘を受け、 その直後に記者会見を開いて、当時損壊問題が取り沙汰されていた野球の存続を明言し、都市対抗野球こそが日本の企業文化の象徴であるとまで公言した。しかしながら、2009年には金融危機による不況により、日産は高温体制発の営業赤字に転落し、その対策としてグローバル人員を2万人削減すると同時に、 野球部を含む運動部の休止が発表された。ゴーンは1984年にリタ、リタと結婚して、子供は女子3人、マヤ、ナジネ、男子は1人、アンソニーガール。2016年5月、ガールフレンドのキャロルナァス、キャロルナスと再婚し、同時に大結婚披露宴をベルサイユ宮殿の大トリアノン城で行っている。彼の個人住居は6県、東京、パリ、 ベールとリオデジャネイロ、アムステルダム、ニューヨークにあると様々なメディアが伝えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。